もコクラ TV です。今日は、また韓国アイドルのダイエット事情についてお話ししたいと思うんですけど、ティアラのヒョミンちゃん、まあ、ヒョミンちゃんといえばティアラでもそうだし、もうアイドル界でもスタイル抜群の、まあ、そういうアイコン的な存在なんですけど、そんなヒョミンちゃんがインスタグラムにですね自分の食べ物を載せていたんですけど、まあ、それがもうちょっとなんかもうザ・アイドルのダイエット食という感じの献立になっていまして、なんかテレビ番組とかで1週間の献立とかも紹介していたんですけど、本当に野菜と卵、ゆで卵とフルーツとかサラダとかしか食べてなくて、あとさつまいもとか、韓国のアイドル基本的にさつまいもすごいよく食べるんですけど、食物繊維が入ってるからですかねっていう献立が発表されていました。まあそのねダイエット食献立真似できるかって言ったら多分真似できないなってすごい思うんですけど、まあインスタグラムでちょこちょこそういうご飯とかも更新しているので、もし真似できる人がいたらぜひ真似してみてください。私はちょっとできる自信がありません。1日もできるかわかんないな。ということで韓国アイドルのダイエット事情でした。何かみんなもダイエット事情、このアイドルのダイエット事情知りたいって人がいたらコメントもしてください。じゃあね、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。